エベレット・ジェームズ・ティー・フォードは、アメリカが衆国ジョージア州フルトン軍、アルファレッタ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。現在は、MLB のシカゴ・ホワイトソックスの投手コーディネーターを、務める。2006年の MLB ドラフト12巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。この年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・ホールズ・チュカーズでプレーした。 2007年は A 級バーリントンビーズでプレーした。2008年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーした。2009年は A 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーした。2010年はトリプル A 級オマカロイヤルズでプレーした。2011年5月16日に同日のクリーブランドインディアンス戦で3イニング以内で14。 失点を許して1900年以降の近代野球での球団記録となり大炎上したビン・マザーロに代わってメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし翌17日にメジャーデビューを果たした8月3日のボルチモア・オリオールズ戦でメジャー初セーブを記録した最終的に26試合に登板した2012年は自身初めて開幕ロースター入りを果たした 2014年1月29日にカルロス・ペゲエロの加入に伴ってディーフとなり2月7日にマイナー契約でトリプル A 級オマハストームチェイサーズに降格した2014年3月30日に久保の LG ツインズと契約を結んだオフに対談した2015年1月16日にタンパベイ・レイズとマイナー契約を結んだ4月25日に メジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。昇格後は27日のニューヨークヤンキース戦で3番手で、登板して2.1回を1失点だった。翌28日に、リーフとなり、参加のトリプル A 級ダーラムブルズに配属された。7月4日に再びメジャー契約を結び、3試合にリリーフして、計3.1回を無失点に抑えるも8日に再び、リーフとなり、以降は、 シーズン終了まで、トリプル A 級ダーラムでプレーした。10月5日に自由契約となり、オフは、ドミニカ共和国のウィンターリーグである、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナのトロスデルエステでプレーしたが、2015年が現役生活最後のシーズンとなった。2018年シーズンからは、シカゴホワイトソックスのクオリティコントロールコーチを務める。2019年は、 投資コーディネーター補佐を務め、2020年からは投資コーディネーターとなる。ありがとうございます。